はい、皆さんこんにちは、デフです。今回はゼルダ無双厄災の黙示録やっていきたいと思います。よろしくお願いします。引き続きムービーをお楽しみください。まあ、やっぱりね、この100年前のね、ブレスオブザワイルドの100年前の、まあ、厄災の、世界を描いたゼルダ無双ということで、いや、これすごい楽しみにしてましたよ、僕は。そう、ハイラ王もね、まだ生きてた時代ですからね。勇敢なる兵士たちよ、今ハイラルは未曾有の危機に直面している。厄災ガノンの復活が予言されてから早数年、神獣を発掘し古代遺物の研究を進めてはいるが、とても十分な備えとは言えぬ。各地で魔物たちがこれまでにないほどの広がりを見せ、このハイラル城にさえ敵の手が迫っておる。まずは平原にはびこる魔物を打ち払い、厄災への備えの新たな一歩とする。震え兵士たちよ、出陣せよ。リンクはまずこの中の兵士の一人だったんだね。もういきなり英雄ってわけではなかったんだ。そしてチュートリアルかな。次の砲弾を準備をせよ。各部隊はそれまで持ちこたえろみたいな。チュートリアルが分からんけど、 B でこういう移動ができて、 Y で切るのね。はい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 。4回攻撃、まあ、この辺はね、あとあと増えていくんでしょう。強攻撃、ただの強攻撃は回転切りか。3回目からは変わらない。1、2、3、まあ基本的にこういう回転切りなのかな。1、2、ああ、いいね、これ 2使いやすいかも。まあ、こういうね、まずは自分の使いやすい強攻撃を探していきましょうね。閉門せよ、魔物を分断するのだ。十分引きつけたぞ、撃てー。まあこういうゼルダでは魔物が攻めてくるのが珍しいですよね。どこ行けばいいんだ。まあ基本的にゼルダって敵のいるところへリンクが向かっていくみたいなところがあるんで、どこ行けばいいの。モリブリン、あそこか。マップの左の方かな。コンボの最後の強攻撃は長押ししてから離すと、こういうことか。なるほど、こういうことか。で、追撃は溜めたまま移動できるんだね。これだ、 R スティックで強敵に注目かな。ほう、 R だから右だ。ずっと左で押した。よいしょ。 B で回避、ガードが ZL ね。攻撃のチャンス、回避の方がいいね、ガードより。なにこれ、なにこれ、なにこれ。あ、これが宝箱か。あー、今のがね、なるほどね。 A ボタンで、まあ、無双みたいな感じになるのか。で、今の宝箱開けた、開けた。で、どっちだ、拠点を制圧。この辺はなんか三国無双っぽいよね。拠点を制圧する。
で、あれハートの下が無双ゲージなのかな。ここかな。どれが隊長だ。お、追撃も使う強攻撃によって違うんだな。あ、あれだ、なんか妙にでかいの。お、ラッシュがいける。ジャスト回避でやっぱりラッシュがあるんだね。ちょっとこれは追撃とかは使いにくいか。こう三角飛び、なるほど、そういうのも使いながらとか。ちょっとすごいカメラが見にくいアングルで開ける。まあ、こんな感じで走っていくのか。我々はこのままなんかし南側の敵を打ち払うぞ。ムービーですね。まあリンクがまだ一兵士だった頃のお話、いつ英雄になるんだろう。まあ、これさっきの最初のムービーに出てたちっちゃい魔法魔導兵器かな。おっと、インパ。あ、助けてください。お、これは若かりし頃のインパ。何事？プレスオブザワイルドにも出てきましたね、このインパは。お、これはトウじゃない。でブレスオブザワイルドで頑張って7本ぐらい登ったもんね。これは、なんかスターウォーズみたいだね、こういうの見てると。でインパを、あ、インパはそのままで大丈夫と。まあ拠点制圧しましょう。ルピーもある。リモコン爆弾がある。R プラス Y こうか、こうか、なるほど、 R プラス Y ね。 R プラス、あ、使えないんだ。こう、あ、なるほど、こうね。アイスメーカー RA ね。アイスメーカーってここで使える。あ、あ、なるほどなるほど。何もないとこでもアイスメーカーで氷を出すことができるのね。アイスメーカー違うね、なんかパラセールが B で出せるって書いてあるけど、うまいことボタンが押せない。アイスメーカーからのパラセール、よくわからないな。長押しかな。お、これこういうのもあるんだね。こういう骸骨の洞窟祠みたいなところに、ブレスオブザワイルドにもよくあった、この中の敵を倒せばルピーとかで手に入る。
こうか。こういう感じなのか。まあなんかここではそんな使う感じではない感じかな。アイスメーカーはここだ。おこれね、さっきのね、うい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 、まあ、リンクはこうやってブレスオブザワイルドでは使わなかったけど、ガードを固める的には横コン爆弾。なるほど、相性があるんだね。もう一回スマッシュ。ある程度いけばこうやって決められるのかな。お、宝箱が3つ。開ける開ける。もう今のところ宝箱からは素材が出てるだけなのかな。なかなかリンク癖あって使いづらいな。でリンク今そこにいるから、こっちの拠点制圧しに行きましょうか。お、なんか 色が違う。この強いタイプのね、そんなんあり。感じにしといた方がいいのかい。爆弾じゃあ便利なんだな。突進してくる敵にはアイスメーカー。なるほど、アイスメーカーに当てて、なかなか難しいね。相性があるんだね、敵によってね。アイスメーカーを使うか爆弾を使うか。ファイヤーウィズローブ。インパがあそこにいるの。インパが操作をできる。キャラクター変更が上下でできる。なるほど。お任せください。これ何使ってんだろう。あー、なんかなんていうの、いい家族だっけ。あー、これあれじゃん。強行テクナイト ZRZ、 こっちで、危ない。そうか、インパはイーガダンみたいな感じの動きができるんだね。インを吸収。
こうやって無双を打つと。E を見つめて A で必殺技強化で、L、R、ファイヤーロッド、 L、L、こっちかで、Y でファイヤーロッド。なるほど。まあ爆弾みたいなのもインパでも使えるよってことか。こういうことね。この B は、ああ B はなんかアイテムというか、まあリンクに戻しましょう。リンクはここで戦ってたのか。なかなか2回目のチャージが出しづらいね。これが出ると一気に進めるんだけど、でここ進んでいくと、おっとリザルフォスがいる。水場の敵にアイスメーカー、こっちだ。あ、なるほどね。アイスメーカーで打ち上げることができるのか。そう面白いね。まあ、その前に拠点を制圧しに行こう。あ、リザルフォスのカメレオンも相変わらずいるのね。ファイヤーロッドはこっちでも撃てるのか。インパじゃなくてもファイヤーロッドは撃てると。ここリザルフォスの拠点、よいしょ。いる？拠点隊長みたいな。ここはあれか、拠点雑魚の数を減らせば勝手に拠点が閉まるタイプかな。出てきたわ。リンゴの回転切りね。モリブリンの集団。あ、下の方だ。これ鉢合わせするかな。仲間に指示を出す、プラスメニューの仲間画面から A 指示操作していない時の移動先を指定できる。はあはあ、あそ、なるほどね。先に仲間に移動しといてもらってみたいなこともできるのか。東側にインパ、西側にリンクみたいな配置して敵の襲撃に備えることも可能と。はあはあ、なるほど。 OKOK でインパを、まあインパは別に特に動いてほしいとこないからな。まあ、まあ、このセンターにいてもらえればいいかしら。で リンクは戦いましょう。とっさに使っちゃった無双を。
え？あそこにマップにね、マイクの杖かな、あ、杖マークだったわ、あれ。ちょっと逃げるの先です。で、回避しやすいかもね。あ、ちょっと高いよそれ。あ、こういう時にアイスメーカーなのかな。なかなか難しいね。無双みたいに平面だけじゃなくて今度上下も、まあ、最新の無双はもしかしたらね、上下感もあるんだろうけど、僕がやってたのはもう嘘2とか3の時代だから、その時はね平面の動きしかなかったんで、ちょっとね上下入ってくるとやりづらいな。今なんかあったかな、これだ。あ、こういうのもいるんだね。コログの実もあるんだ。これ戦いながら探すのすごい大変だぞ。避けましょう、避けましょう。上にもいるね、あそこ。これなんだろう、宝箱か。鎧かぼちゃ。おっと、三角飛びでこっちへ飛ぶ。上ってあれ、あ、もうこれごと壊れちゃったのか。じゃあ次は行きましょうか。おっと、突っ込んでくるタイプ、突っ込んでくるタイプはあれね、アイスメーカーね。来るかな。早めに弱点を削り切ってスマッシュで倒すと。なるほど、これなかなか難しいね。敵の相性も見なきゃいけないし。これも突っ込んできてくれるかな。あ、これ今頭にアイスのマーク出てた、もしかして。弱点書いてくれてるのかな。これは兵士の剣。これは剣とかはやっぱりあれなのかな、リザルト画面なのかな、最後の。ここは水だから、おっと、ちょっと敵投げてくるのか。水場の敵も、これ突っ込んでくるタイプじゃなさそう。かかりこの子たち。これで終わりかな。あ、なんかチュートリアルにしては難しいぞ。それにしてもあの若き騎士なかなかやりよる。何か役目を与えてみるかっていうところから始まるんだね。リンクの下積み時代から始まるんだ、これ。でインパと、あ、もうレベルも、レベル概念っていうのもあって、
で、ルピーの概念もあるでしょ。で、あ、獲得武器で木の枝、兵士の剣、ボココンボを、木の枝、ボココンボか。ボココンボでも、なんか違うね。追加効果もある感じなのか。まあ、これは元から持ってるのが強いかな。で、なんかアイテムも手に入れたよと。素材もか。意外と大変かもね、これね。謎のガーディアン、謎の塔、考えていても全く分かりそうにありません。なんです？あ、お待ちなさい。あれだね、外見はあのブレスオブザワイルドのインパのところにいたあの子みたいなかそっくりだね。みな見事な働きであった。はっ、よかった、あなたも無事だったのですね。はい、姫様、ちょうどプラからシーカーストーンを。まあ、姫様。なんだろうね、あのちっちゃいのは。シーカーストーンに投影されたガーディアンのメッセージ。そこには。自分がゼルダを救うため、厄災のただ中から時間を遡ってきたのだと記されていた。インパは、そのガーディアンと突如平原に出現した塔の調査を、古代遺物の研究者であるプルアとロベリーに依頼することを提案。ハイラル王は、彼女の提案を聞き届けた。これプルアもね、ロリになる前の姿が見れるはずだから、それ楽しみだよね。ブレス・オブ・ザ・ワイルドじゃもうロリの姿になってたから、うん、この100年前はね、違ったはずなんだよね。うん。神獣に囚われてた英雄たちもね、きっと、一番強かった時の姿で、出てきてくれると思うし、ハイリアの騎士リンクに命ず、突如出現した謎の塔を戦いの重要拠点として警護せよ。そして正体不明の時を渡るガーディアン、その力が信頼に足るものか、研究者らと共にしかと見極めるのだ。これ誰のセリフ？王様？そなたに女神ハイリアの加護があらんこと。ローム・ボスフォレームス・ハイラル。ハイラル王のことかな。ハイラル王のフルネームなのかな。